ネギとトロで作るからネギトロではない。ネギトロは寿司屋で人気のネタの一つ。ただし野菜のネギとマグロのトロが材料だからそのように呼ばれていると思ったら、実はそうではないらしい。マグロの中落ちを骨の周りから削り取ることをネギ取るといい、そこからネギトロに変化したのだそうだ。私たちが食べるアイガモ肉はほぼアヒルだった。アイガモは鴨鍋や鴨南蛮そばなどに使われる身近な食材である。アイガモというとなんだか特別な感じがするが、日本で売られているアイガモ肉のほぼ 100% が実はアヒルである。もともとアイガモとはアヒルの交配種なのだが、食肉業界では慣習としてアヒルをアイガモと呼び、店もそれに従って客に提供しているのだ。知ってしまうとなんだか損をした気分になってしまいますね。アメリカンコーヒーは薄いコーヒーではない。コーヒーのアメリカンを薄いコーヒーだと思っている人は意外に多いようだが、実はこれ間違いである。確かにアメリカンは色が薄くて紅茶と間違えるような色合いをしている。しかしアメリカンはそもそも濃度が薄いコーヒーではなく、あっさり浅入りしたコーヒー、つまり豆の焙煎の仕方を示しているんです。コーヒーの黄豆は黄緑色で、いられることによって色が濃くなっていきます。深入りにすれば苦味が増して濃厚な味わいになりますが、浅入りにすると酸味と香りが際立ち、さっぱりとした風味になるのである。我々が食べるニンニクの芽は実はニンニクの茎である。ニンニクは強壮効果を持つ薬用植物として古くから利用されてきた。我々がよく口にする球状の部分は歯が肥大した鱗片と呼ばれるもの。ニンニクの芽と呼ばれるのは実は芽ではなく歯の後に出る若い茎である。餃子はなぜあの形をしているのか。三日月のような独特の形をした餃子、その形はかつて中国で大量の取引や海外貿易の決済に使われていた馬蹄銀という貨幣を模したものと言われ、それが流通し始めた唐か宋の時代あたりに現在の形になったとされています。昔から縁起の良い食べ物として祝いの席などで食べられていたそうで、現在でも
旧正月には日本のおせち料理のように家族で食べる風習があります。日本最古のカレーはカエル入りカレーだった。幕末の日本にカレーが伝わったのはインドではなくイギリスからだったんです。日本最古のカレーは牛肉でも豚肉でもなくカエル肉のカレー。肉食の習慣がなかった日本人には水産物が馴染みやすいとの配慮があったといいます。なぜカレーを一晩寝かすと美味しくなるのか。カレーは作りたての時より一晩寝かせた方が美味しくなるとよく言われますが、その理由はいくつかあります。まず具材に含まれる糖質やタンパク質、アミノ酸などの成分が絡み合うことで独特のコクが生まれるため、また余熱でじっくり加熱することでスパイスのトゲトゲしさが減り、全体のバランスが整うため、熟成された奥深い風味になることも挙げられます。さらに、じゃがいものでんぷんが溶け出すことでカレーにとろみがつき、食べた時に舌の上に乗りやすくなります。その結果、カレーならではの味がより強く感じられるようになるんです。クッキーとビスケットはそもそも何がどう違うのか。日本のお菓子業界では糖分や油分が多めの手作り風のものをビスケットと区別してクッキーと呼んでもよいとの決まりがあるといいます。しかしこれらを別の菓子として細かく区別しているのは世界中を見ても日本だけのようなんです。世界ではその呼び方も様々で、イギリスではビスケット、アメリカではクッキー、フランスではビスキュイ、ドイツではビスキュイートなどと呼ばれています。乳酸菌飲料かっこ殺菌かっこは乳酸菌が殺菌されているのか。乳酸菌は糖を分解して乳酸を作る菌の総称で、悪玉菌の働きを抑えたり腸の運動を活発にしたりする働きがあります。ところでカルピスなどの乳酸菌飲料のラベルを見ると、乳酸菌飲料の後に殺菌と書かれたものがあります。常温で長持ちさせるための殺菌ですが、健康にいいはずの乳酸菌が死んでしまっても問題はないのでしょうか。乳酸菌飲料を販売するメーカーによると、殺菌しても体に良い成分は残るため効果は期待できると言います。菌が生きているか死んでいるかよりも継続して摂取することが大事なようだ。糖類ゼロと糖質ゼロはどっ
ちが高カロリーなのか。缶コーヒーなどで糖質ゼロ、糖類ゼロの表示をよく見かけるが、どう違うのか。そもそも糖類とは、単糖類プラス二糖類で、糖質とは糖類プラス糖アルコールプラスオリゴ糖のことである。糖アルコールやオリゴ糖にはカロリーがあるため、糖類ゼロは糖質ゼロよりもカロリーが多いのである。卵の鮮度が割らずにわかる。卵は産卵直後から少しずつ鮮度が落ちていく。卵を割らずにその鮮度を見分ける一番簡単な方法は、光に透かしてみることです。この時に透き通っていれば新鮮で、黒ずんで不透明だと古いものであることがわかる。 10% の食塩水に卵を入れる方法も有効だ。新鮮な卵は水に入れるとそこに沈んで真横になるのに対し、古い卵は立ったり浮いたりする。こうした差が出るのは、卵は古くなるほど卵白に含まれる水分などが抜けていき、その分卵の丸い方にある気質が大きくなることが原因です。できるだけ完全に水に浮いてしまう卵は食べないようにしたい。人気のローフードは健康にあまり効果がない。加工されていない生の食べ物を食べることで生きた酵素を摂取するローフード、健康や美容、ダイエットにも効果があると謳われている食事法だが、酵素はタンパク質のため、摂取しても胃液でほとんどが消化分解されてしまうんです。そもそも植物に含まれる酵素は植物のためのもの。人間の体内で働く可能性は極めて低い。アルコール度数が世界一高い酒って何なの？アルコール度数は酒の種類によって様々だ。例えばビールは 5% 程度、日本酒は 15-18%、 焼酎は 20-30%、ウォッカなど 40% 程度の強いものもある。だが世界にはさらに上を行く強い酒が存在する。日本で入手できるものだと、プエルトリコのカリビアンラム、ロンリコ151が 75% で、現時点ではポーランドのスピリタスの 96% が世界ナンバーワンだ。そして史上最高のアルコール度数を誇ったのは、かつてロシアで作られていたエストニアという酒で、これはなんとアルコール度数 98% だったんです。
大根は怒っておろすと本当に辛くなるのか。昔から大根は怒っておろすと辛くなると言われていますが、科学的に言うと半分は正解、半分は間違いである。大根の細胞の中には辛味成分の元と酵素が含まれている。大根おろしが辛いのはおろすことで細胞が壊れ、普段は独立して存在する細胞それぞれの成分が混ざり合って反応し、辛味成分イソチオシアネードができるため、だから力を入れて早く大根をおろすと細胞の壊れ方が激しくなり、より辛くなるのだ。つまり大根を怒っておろすと辛くなるのは、怒っているからではなく力任せに早くおろしてしまうからなのだ。一方、ゆっくりと円を描くように大根をおろすと口当たりがよくまろやかな味になるといいます。なぜゴルフのホール数は中途半端な18ホールなのか。ゴルフはご存知の通り1ラウンド18ホールで競われるスポーツだ。そもそもなぜ18ホールと中途半端なのか。ウイスキーを1ホールごとに飲んでいたら18ホール目でボトルが空になったとの俗説もあるが、世界最古のコース、スコットランドのセントアンドリュースオールドコースにその答えがある。同コースはもともと11個のグリーンを2つのホールで共有する22ホールだった。しかし19世紀中頃、そのうち2つのグリーンが市に没収され、4ホール減の18ホールに。当時はマッチプレーが主流だったため、ホール数はさほど重要ではなかったが、1ラウンドの時間は18ホールがちょうどいいとの意見が多く、世界中のゴルフ場がそれに追随したのだと言います。得点差はなんと149点。サッカーで起きた珍事件とは。サッカーであっても野球であっても、チームの実力は得点差に現れるが、サッカーのトップリーグで149対0という信じられない得点差が記録された試合がある。舞台となったのはアフリカ大陸の東に浮かぶマダガスカル。2002年10月31日の AS アデマ対 SO レミルヌの試合で、4日前の PK での審判の判定に抗議するため、レミルヌの監督が選手たちにオウンゴールを入れまくるよう命じた。そしてキックオフから終了のホイッスルまで90分間にわたってオウンゴールを量産。対戦相手はボールに触れることなく唖然とこれを見守るしかなかった。結局試合は149対0で終了。実に36秒に1点を敵に与えた計算である。野球はもともと21点選手のスポーツだった。
現在の野球は9イニング9回制で行われていますが、19世紀の最初の野球規制では9イニングではなく21点を先取したチームが勝ちとされていました。しかし当時はストライクもボールもなかったため、1日かけて試合が終わらないことも少なくなかった。そこで1857年、9回終了時に得点の多かったチームが勝ちというルールに変更します。ただし、リードしているチームも9回裏の3アウトまでプレーを続け、リードされているチームが9回表に逆転しても3アウトまでプレーするので、さよなら勝ちもなかった。現行と同じ9回裏なしやさよなら勝ちが始まったのは1880年のことである。レオタードはマッチョな曲芸師が開発した。レオタードといえば体操競技などで使われる女性用のスポーツウェアという印象があるが、最初に着ていたのはマッチョでひげ面の男性だった。19世紀フランスの曲芸師ジュール・レオタールは世界で初めて空中ブランコ芸を披露したことで知られる人物である。彼は動きやすく、ブランコに衣装が引っかからないように上下一体型のタイトな衣装を着用。レオタールが着ていたこの衣装が現在のレオタードに進化したのである。ゴルフのスコアに様々な鳥が登場するわけとは、ゴルフのバーディー、イーグル、アルバトロスはある鳥を意味するスコア用語。最初に鳥が使われたのは1903年のことだ。それまで誰も成し得なかったロングホールのパー、標準打数が破られた時、打ったボールがまるで小鳥が飛んでいるように見えたというエピソードから、パーより1打少ないスコアは英語の用字語で小鳥を意味するバーディーと呼ばれるようになった。その後パーより2打少ないスコアが出ると小鳥よりも強いワシを意味するイーグルに、3打少ないスコアはずば抜けた飛行力を持つアホウドリを意味するアルバトロスと呼ばれるようになった。卓球のラケットはどれだけ大きくしてもいいのか。卓球の用具はテーブルの大きさ、ボールの大きさ、ネットの高さなどが細かく規定されている。ところがラケットはグリップを除くラケット面の 85% 以上が天然の木であることと規定されているが、その寸法や形状、重量は特に定められてはいない。どんなに面が大きいラケットでも、どんなに長いグリップでも、使用して問題はない。
大相撲の弓取り式で力士が弓を落としてしまったら、大相撲の結びの一番の後、その日の興行を締めくくる儀式が幕下力士が行う弓取り式。弓を大きく振り勇ましい姿だが、もし力士が途中で弓を落としてしまったらどうするのか。実は土俵に手をつけるのは負けを意味するためにご法度です。足を使って器用に拾い上げるのだと言います。ガッツポーズの発案者はガッツ石松ではなかった。ガッツポーズはガッツ石松氏が1974年昭和49年にあったボクシングの試合後に両手を上げて喜びの表現をしたのが始まりと言われています。だが2年前にはすでにボーリング雑誌がストライクを取った際のポーズをガッツポーズと命名していることから、厳密にはガッツ石松氏はこのポーズを広めただけだと考えられます。グランドを乾かすために甲子園球場に撒かれていたガソリン。兵庫県西宮市の阪神甲子園球場が完成したのは1924年大正13年のことである。完成当初大きな悩みの種だったのが球場の水はけの悪さ。雨が降るとグラウンドに水たまりができてしまった。そこでなんとグラウンドを乾かすため内野にガソリンを撒いて燃やしたという。だがリスクが大きい割に思ったほどの効果が得られなかったようで、すぐにやめたそうだ。ゴルフボールの表面がブツブツしている理由とは、ゴルフボールの表面にあるたくさんの小さなくぼみはディンプルと呼ばれる。もともとゴルフボールの表面はツルツルしていたが、ある時表面に傷がついているボールの方が遠くへ飛ぶことに気づいた人がいた。それ以降最初から表面に刻み模様がつけられるようになり、これが現在のディンプルの起源となった。もしディンプルのないボールだったら飛距離はその半分ぐらいに落ちてしまうそうだ。男はつらいよの寅さんは一度死んでいた。実は男はつらいよはもともとテレビドラマとして制作されたものだった。その最終回で主人公の車虎次郎はハブに噛まれてあっけなく死んでしまったのだが、思わぬ結末に視聴者から抗議が殺到。その声に応える形で映画版として復活させたのである。
ミッキーマウスの声はウォルト・ディズニーだった。ミッキーマウスのデビュー作は世界初のトーキー有声アニメ蒸気船ウィーリーである。1928年公開のこの作品から1947年まで約20年間ミッキーの声優を務めたのは何を隠そうウォルト・ディズニー。劇中で聞こえるミッキーとミニーの甲高い声の主はミッキーマウスの生みの親だったのである。自分の声を入れたのは予算の都合だったそうで、実は一作目から彼がミニーの声も担当していた。ミニーは4本目からディズニー社にいた女性社員に変更されたという。演奏に18時間以上もかかる。その曲名は嫌がらせ。ジムノペディなど心地よい楽曲を生んだ作曲家エリック・サティは風変わりな作品を残したことでも知られている。その代表的な作品がバクサシオン。世界一長いピアノ曲としてギネスにも認定されており、演奏するにはなんと18時間以上かかる。どれだけ長い楽曲かというと、実はたったの1ページ分。博士記号も小説線もない楽譜に並んだ52拍分の音を840回繰り返すことになっています。しかもテンポの指示は非常に遅く、1回弾くのに1分半ほどかかってしまう。曲名のバクサシオンとは嫌がらせ、尺の種という意味です。確かに演奏する人からすれば嫌がらせ以外の何者でもありません。シンデレラは日本でおしんになった。ガラスの靴でおなじみの物語シンデレラが日本に伝わったのは明治時代のことだ。その後教科書国語読本高等小学校用に掲載されたが、なんとそのタイトルはおしん物語。シンデレラのしんのほか、つらいイコールおしんに由来するとの説もある。作者の坪内逍遥はドレスを着物、ガラスの靴を扇などと日本風にアレンジしたという。ドラえもんのジャイ子の本名が明かされなかった理由とは。漫画ドラえもんに登場するのび太の本名はのびのび太。静香ちゃんは源静香。スネオは骨川スネオ。ジャイアンは合田武史である。だがなぜか登場人物の中でジャイアンの妹ジャイ子の本名は非公表だ。これはジャイ子が作中でブサイクキャラとして定着してしまい、作者の藤子 F 不二雄が同じ名前の子が学校でいじめに遭わないよう気遣い、
最後まで明かさなかったのだという。哀愁を帯びた蛍の光は、実はお別れソングではない。卒業式やデパートの閉店時など様々なシーンで流される蛍の光、哀愁を帯びたあのメロディーは別れのシーンにぴったりだ。この蛍の光の原曲はスコットランド民謡のオールドラングサインである。だがその歌詞を見てみると、離れ離れになった友達同士が再会し酒を酌み交わすという内容。メロディーは同じだが、バグパイプなどで陽気に奏でられ、人々は輪になったり肩を組んだりして踊るという、別れどころか明るい再会ソングだったのだ。幽霊から足をなくしたのは絵師の丸山応挙だった。幽霊の衣装といえば白装束に三角頭巾というのが定番のイメージです。これは納棺された時の死に装束で、死んでも成仏できないから死に装束のままということなんです。では我々が想像する幽霊に足がないのはなぜなのか。このイメージが出来上がったのは江戸時代半ばのこと。幽霊から足が消えた理由には諸説ありますが、有名なのは絵師丸山応挙の幽霊画で広まったという説なんです。ある時応挙の夢に亡き妻が現れたが、妻には足がなく宙に漂っていた。応挙はその姿を忠実に描いたといいます。オーケストラの中にも給料格差は存在する。オーケストラの楽団員は楽団から給料をもらっていますが、バイオリンのようにひたすら弾き続ける弦楽団の楽団員もいれば、ティンパニーのように演奏であまり音を出す機会のない楽団員もいます。仕事量はだいぶ違うように思えますが、給与格差はあるのでしょうか。一般的な日本のプロのオーケストラの楽団員の給料はだいたい400万円から500万円だが、実は声団員であれば基本的には楽器による給料の違いはないと言います。ただし能力やキャリアによっては差があり、指揮者やコンサートマスター、ソリストなどは収入が多くなります。バイオリンの名器ストラディバリウスの音の聞き分けはプロでも不可能。ストラディバリウスはイタリアのスラディバリ夫子3人によって17世紀から18世紀に作られたバイオリンです。現在も時に数億円で取引されることもある世界的な名器である。だが近年、フランス国立科学研究センターのクラウディア・フリッツ氏らの研究チームが、その名器に関する驚くべき
研究結果を発表した。現代のトップレベルのバイオリンの音と古いストラディバリウスの音を聞き分けてもらう実験を行ったところ、演奏者も聴衆も両者を聞き分けることができなかったというのだ。さらに聞き手の多くは新しいバイオリンの方が良い音がすると判断したという。いびきをかくのはなぜ疲れた時、酔った時に多いのか。普段いびきをかかない人でも、疲れた時には大きないびきをかくこともしばしばです。この原因はのどちんこ、口蓋水にあります。疲れのためにその緊張が緩み、上気道が狭められるために起こるのです。上気道というのは鼻から食道につながる空気の通り道のことで、ここを空気が通るときの抵抗音や摩擦音がいびきの正体なんです。普段よくいびきをかく人は、生まれつき上気道が狭いか、喉ちんこが長すぎるか、または鼻の病気などで鼻水や分泌物が常に溜まっているのが原因と見ていいでしょう。また酒を飲みすぎるといびきをかくのは、鼻口内の毛細血管がアルコールのために充血し、上気道が狭められるからなんです。いびきの予防策は上気道が狭くならないように工夫することにつきます。枕をあまり高くしないことや、なるべく横向きにして寝るなどして、息をするのに楽な姿勢で床に入ることがコツです。さつまいもを食べて出たおならは臭くはない。誰が言い出したのか、さつまいもを食べるとおならが出るとよく言われます。だからなのか、ホクホクと美味しそうな石焼き芋を食べたいのにじっと我慢している人も結構いるようです。では本当にさつまいもを食べるとおならが出るのでしょうか。残念ながら本当です。原因はさつまいもが豊富に食物繊維を含んでいることにあります。大腸にたくさんの食物繊維が送り込まれると、腸内細菌の働きが活発になり、それが大量のガスを発生させるのです。ところでさつまいものおならは臭いと言われることがあるようですが、こちらは間違いです。実験の結果、さつまいもを食べて発生するガスはほとんどすべてが水素で、硫化水素、インドール、スカトールといったあの嫌な匂いの元となる成分は全く発生していないことが分かったのです。水素はご存知のように無色無臭の気体、さつまいもはおならの回数は増やすけれども、匂いの方は薄めてくれているのです。緑黄色野菜のすごいところを知っている？健康にいいということで、緑黄色野菜が注目されています。緑黄色野菜とは、かぼちゃ、人参、ほうれん草、パセリなど、赤や緑の色が濃い野菜のこと。ベータカロテンやビタミン C、食物繊維が豊富に含まれているので、以前から
非常に大切な栄養源とされていました。それが改めて注目され直したのは、その中のベータカロテンが老化の防止やがんの予防に役立つことが分かったからです。ベータカロテンはカロテンの代表的物質で、野菜の赤い色を出す色素のことです。人参、キャロットを語源にしてこう名付けられました。これを別名プロビタミン A、 ビタミン A 全駆体というのは、体内に取り入れられるとビタミン A に変化するからです。面白いのは、ビタミン A を含むものがうなぎなど動物性食品だけに限られているのに対して、プロビタミン A のベータカロテンを含むものは植物性食品だけということ。結局ビタミン A としては同じ働きをしているわけですが、最近の研究で体内に入ったベータカロテンのすべてがビタミン A に変わるのではないことが分かりました。必要な分だけ変わり、残りはベータカロテンのままでいて待機している、そういう性質があるのです。加湿器を使った部屋を心地よくする裏技とは、暖房をかけているとどうしても部屋が乾燥してきます。このため喉が渇いたり、家具が乾燥してひび割れたりします。こんな時に活躍するのが加湿器です。しかし加湿器の使用も実際は考えものだと言われたりします。というのも、加湿器の手入れを怠ると嫌な匂いが部屋に充満したり、加湿器がカビやバイ菌の温床になって病気を媒介する恐れがあるからです。適度の温度と湿度、それにゴミもあるのですから、バイ菌にとっては絶好の繁殖場所になるわけです。それよりも単に湿度を上げたいなら、洗面器の水で十分です。暖房をかけた部屋の隅に水を張った洗面器を置いておくだけでかなり効果があります。もし加湿器を使うなら、匂い消しのためにレモンジュースなどを水の中に入れておくのも一つの案です。匂いが防げるだけでなく、レモンの香りが部屋を満たしてくれて心地よいものになります。ガス代節約のために一番気をつけたいポイントとは、冬になるとガスストーブなどを使うため光熱費がかさみます。このガスですが、ストーブを使っている間は消費量を気にしていても、ストーブを使わない季節になるとつい経済観念が薄れてしまいがちです。でもやはり一年中ガスの使い方に注意を配った方が家計の手助けとなります。まずガス代を一番浪費するのが、ガスコンロの火の強さを全開にして使うことです。コンロの火はあまり強すぎても熱効率はそれほど良くなりません。それよりも中くらいで使うのが一番効率もいいし経済的です。またコンロはできるだけこまめに掃除しましょう。目詰まりするとそれだけガスの火が
不完全燃焼を起こしやすくなるので、ガス代がかさむことになり、コンロの寿命を縮めてしまうのです。さらに夜間や鍋は洗って、そこから雫が垂れた状態のまま火にかけないこと、そこの水分が蒸発するまでに余分なエネルギーを消費してしまうからです。たった1分くらいの熱エネルギーの節約ですが、塵も積もればなんとやらで、1年間積み重なれば大変な節約になるんです。布団は木綿、河綿、羊の毛より、羽毛がおすすめです。人間が一晩に出す水分の量はコップ一杯分とも、それ以上とも言われます。だから布団は水をよく吸うものではなくてはいけません。となると木綿が一番という気がするのですが、実際のところはどうなのでしょうか。木綿は吸湿性は確かにいいのですが、布団の良さを見るには乾きやすさと水分の通りやすさという点を考えなければなりません。乾きやすさは放湿性、水分の通りやすさは透湿性と言います。木綿の場合、吸湿性は高いけれど放湿性は低い。昔の木造家屋のように風通しが良くて毎日布団を干せるのなら木綿がいいのですが、鉄筋の家に住んでいたり会社勤めをしている人には向きません。羊の毛は繊維が鱗をかぶったような構造をしているので吸湿性は低いのですが、放湿性と透湿性は高いですし、ポリエステル綿は放湿性と透湿性はともに高いのですが、吸湿性はほとんどありません。これに対して羽毛は絡まり合った繊維の間に水分を蓄えるために吸湿性が高く、その上繊維に隙間が空いているので放湿性も透湿性も高いという三拍子揃った性質を持ちます。こうしてみるとやはり羽毛が最適ですが、現実には値段が高いという大きな壁があります。お金に余裕がある人には羽毛が一番、ない人にはポリエステル綿が一番ということになるでしょうか。うなぎとステーキ、どちらがスタミナをつけられるのか。夏バテのスタミナ回復食の代表格がステーキとうなぎ。確かに両者とも見るからにたっぷりと栄養分を含んでいるようで、食欲不振やだるさもあっという間に吹き飛ばしてくれそうな雰囲気があります。しかしこの夏バテ解消という点でははるかにうなぎの方が優れています。スポーツの後などは別として、夏は冷房の効いた部屋にいて体を動かすことが少ないので熱量の消費も少なく、あまりカロリーを必要とはしません。しかし暑さのためビタミンやミネラル類、特にビタミン B 群の消耗が激しく、それが夏バテの原因になるんです。うなぎの栄養分はまさにこれにぴったり、夏バテを救うために存在してくれているかのように、ビタミン B 群をはじめ A、D などを豊富に含んでいます。一方ステーキはというとカロリー源としてはとても優れていますが、
ビタミンやミネラルは不足を補うほどには含まれてはいないのです。むしろビタミン B 群は豚肉にはるかに多く含まれているので、無理して高いステーキを食べるよりはとんかつの方がずっとお得ということになります。他にビタミン B 群が多いのはサバ、イワシなどの青魚、牛乳、納豆、しじみなどです。買ってきたけどあまり甘くなかったみかんを投げると甘くなるっていうのは本当なのか。みかんを投げると甘くなるというので、みかんを身と皮が離れるほど何度も放り投げて食べるという人がいたそうです。甘くなるのは本当なのです。みかんは衝撃に弱くて1メートルの高さから落とすだけで酸の量が 20% も減少してしまうのだそうです。甘くなるといっても糖分が増えるのではなく酸味が減るためにそう感じるだけのこと。酸以外の成分も変わってしまうからでしょうか、味も落ちてしまうかもしれません。落下の衝撃はみかんの呼吸量も増します。そして呼吸量が増えると蒸れて腐りやすくなります。ですからみかんを買った時はくれぐれも振動にご注意をしてください。メスの魚だけを作る驚きの養殖技術とは、鶏は卵を産ませるのが目的で飼っているのだからメスばかり飼われて当然なのですが、将来は養殖の魚もメスばかりになってしまうかもしれません。魚もメスの方が利用価値が大きいのだそうです。成長が早かったり大型になったりするし、カレイのように子持ちの方が重宝されるものもあります。メスばかり集めて飼うのだったら鶏と同じですが、魚の場合バイオの技術で全てをメスにしてしまうという方法が取られます。これにはホルモンを用いる方法と卵だけからメスの魚を作る2つの方法があります。ホルモンを用いるのなら、ただオスにメスのホルモンを与えてメスにするだけだと思うでしょう。しかしそんな生優しいものじゃないのです。まずメスの稚魚にオスのホルモンを与えます。こうするとメスがオスに変わってしまいますが、性染色体はメスのまま、このオスとメスを交配させても遺伝的にはメス同士の掛け合わせですから、生まれてくる子供は全部メスになります。卵だけから魚を作る方法は、まずガンマ線や紫外線で精子の染色体をすべて殺してから卵に受精させ、染色体を2倍に増やすのです。卵の染色体を2倍にしただけですから、生まれてくる子供は全部メスになります。現代はもはや魚を釣る時代ではなく作る時代なのかもしれません。養殖でこんなすごいことが行われているんです。でもなんでこんなにまでして大きくした魚を食べなきゃならないのかという気もします。そのうちオスの魚は天然物でしか食べられなくなってしまうかも。
三つ子の魂100までは科学的に本当だった。幼い頃の性格は年をとっても変わらないという意味のことわざ、三つ子の魂100まで。これには科学的根拠がしっかりとあるんです。大人になるといいことだけを覚えて嫌なことは忘れてしまおうという記憶の選択が行われます。ところが2、3歳の頃はいいことも悪いことも全部記憶されていますから、その記憶が大人になっても残り、三つ子の魂100までとなるのです。ちなみに少年時代の1年では50歳時の1年の5倍もの記憶が残ると言われています。また3歳までは脳が急激に発達する時期でもあります。といっても1000億個にも上る脳の神経細胞は胎児期に出来上がり、減ることはあっても増えることはありません。では何が発達するのかといえば、一つ一つの神経細胞にシナプスという神経と神経のつなぎ目が増えていくのです。その数は一つの神経細胞に最低1万個、多いものでは20万個もつくと言われています。その細胞のネットワークができて、初めて脳は情報を伝え、正しく働けるようになるのです。ところで、脳の発達に欠かせないものに、グリア細胞があります。この細胞は神経細胞に栄養を補給して、神経細胞から出ている神経繊維に鞘をかぶせます。鞘かぶりをすると情報が10から100倍の速さにスピードアップして伝達されるのです。この細胞が活発に働くのもこの時期なのです。つまり3歳までは見たもの、聞いたものを一番たくさん吸収する時期だということです。ヘレン・ケラーは2歳の時に熱病にかかって目が見えなくなり、耳も聞こえなくなりました。しかし、2歳までに見たり聞いたりしたことが脳に残っていたからこそ、サリバン先生の尽力によって三重苦を乗り越えられたのです。おいしい松茸選びは虫食いが決めて。おいしい松茸を見分けるには素人には難しいものです。そこで賢い松茸の選び方を青物市場のプロに教えていただきました。答えはただ一つ、虫食いを選ぶことです。松茸につく虫は何を決め手にその松茸を選ぶのか。見た目で選んでいるはずがない。となると香りで選んでいるのだというのがプロの説です。昆虫の行動学の点から見てもこれには納得です。一般に昆虫は目が悪く、餌を探すのも大敵の接近を知るのもほとんど嗅覚に頼っています。つまり虫食いの松茸はそれだけ香りがいいということなのです。これを選んだら大事なのは、虫食いの部分を切って捨てることではなく、上手に虫を追い出すこと。石突きだけ切り落とし、褐色部分を塩水につければほどなく虫は出ていきます。虫食いは軸の部分に置きます。プロは軸を指で押してみて、パンパンではなく、ぷよぷよっとしたものを選ぶそうです。